すごく、ものすごく嬉しい。あのね、五島列島っていうのは江戸時代に隠れキリシタンが見えたために全島に教会が60箇所もあるんだって。これからどこ行こうかしら。昔、灯台と防波堤の役割をした上等花屋、五島列島の教会のシンボル、道崎天使の山全体が芝生に覆われている火山、鬼岳、溶岩が海に流れてできた阿文瀬溶岩階段、日本で最後の夕日が見られる大瀬崎灯台、はあ、どこ行ったらいいか迷っちゃうわ。本当にどこ行くまさきさん。書けない、書けない、もう、どうしましょう。まさきさん、乙女さん、一文字も書いてない。なにこの小説のテーマ。セレブな奥様たちの乱れた性生活を赤裸々にって頼まれたんだけどさ、セレブな奥様たちがどんな生活してるのか全く見当がつかなくてさ、この分だと来週報じいけないかもしれない。そう、ごめんね。長崎行ったついでに五島列島に連れて行くって約束してたのに。いいのよ、実は私もまだ課長に休暇願い出してないの。え、そうなの。いくら報じても1週間っていうのはちょっと長すぎるでしょ。なかなか言い出せなかったの。だからさ、五島列島行く約束は気にしなくてもいいから、いい仕事して。うん、あ、これ、あ、やめて、それダメダメ。本屋さんにあったからちょっと買ってみただけよ。乙女さん、やっぱりコーヒー入れようか。まだ早いけど、気分転換したらいいアイデアが浮かぶかもしれないから。うん、お手柔らかにお願いします。どうぞ。お砂糖一つにしたわよ。ありがとう。あ、この人、最近マスコミで騒がれてる人でしょ。シバヒルズに会社があって、ヒルズ族って言われてるのよね。名前は確かサダサダサダ佐々木一郎、ジーニアスコンサルタントっていう投資会社の社長だよ。会社の株を買い占めて突然大株主になったりするから、世間からはサドファンドって恐れられてるんだって。お金なんてのはね、どこにでも転がってるんですよ。ちょっと目先を変えればいくらでも儲けられる。あ、今の時代っていうのは情報と知識が金を生むんです。額に汗して働くってのはちょっと古いんじゃないですかね。なんかいい感じしないわね。週刊誌で読んだんだけど、この人独身で超高級マンションに住んでて、毎晩タレントやモデルと浮き名を流してるのよ。そうだ、まさきさん、この人モデルに小説書けばいいじゃない。あ、そうか、この男なら週刊誌とかで調べればさ、ネタには困らないな。そうよ。乙女さん、ありがとう。来週ゴトレットにお父さんと行けるように頑張るぞ。頑張らないで、肩の力抜いて風を入れて頭にね。そうだ、昨夜洗濯物取り込む忘れてたわ。何してるの。あの、これおばさんの。はい、そうです。
その晩息と空いたっていう状況から誤って足を踏み外したのか、それとも誰かに突き落とされたのか、それはまだ分からない。財布やカード、携帯電話などの所持品は身につけていて、物色された痕跡はありませんから、強盗に襲われた可能性はないと思います。この佐田の自宅はここから100メートルほど行った高級マンションだそうです。そうですか。発見されたのは朝早くだから、じゃなくなったのは夜中だろうな。じゃあここへは家へ帰る途中に寄ったのかしら。なんで？お参り？ということはこうやって階段を上がっていって、そして足を滑らせて落ちた。どうやって落ちたのかしら。後頭部に傷があるってことは。ほら、おかめ、そんなところで稲葉を投げていないよ。私の名前は乙女です。これは稲葉はじゃありません。じゃあ何なんで稲葉バーか。もうで課長、報道陣が話を聞かせろって騒いでるんですが。分かった、次行く。で課長、いつになく張り切ってますね。報告いたします。死亡推定時刻は午前0時から2時の間。死因は頭蓋骨骨折による脳挫傷、それと血液中からは高濃度のアルコールが検出され、泥酔状態だったんです。おお。で、仏の昨日の行動は。専務の臼井直也と六本木のクラブで飲んでいました。二人は11時半に店を出て、佐田はそのままタクシーを拾って家に帰ったそうです。で、その臼井のアリバイは。クラブのホステス3人を連れてカラオケに行き、3時まで騒いでいたそうです。これはカラオケ店に確認が取れています。泥酔してタクシーで帰ったの。佐田は独身で、ここ数年は女優やモデルと派手に遊んでたようですが、この佐田を経営するジーニアスコンサルタントという投資会社は、企業の株を買い占めて、その企業の買収や合併を強引に推し進めていくというやり口なんで、佐田を恨んでた人間相当いるんじゃないですかね。あ、そういや、この間もサッカーチームを持ってる企業の株買い占めて、事務株公開しろなんて迫ってたもんな。あれはファンが思ってましたよね。あ、もしかしたら熱狂的なファンに突き落とされたかもしれませんよ。いや、可能性としてはまあ今のところ事故の線が強いな。まあそうですよね。俺も捉えてませんし。あの、なんだ。現場のお寺と佐田さんのマンションまでの距離が100メートル。佐田さんはマンションの100メートル手前でわざわざタクシーを降りてお寺に入っていきました。だからなんだって言うんだ。いや、普通タクシーで帰ったら自宅前まで乗っていきません。酔っ払ってると途中で降りて酔い覚ましに歩いたりするものなんだよね。そう、あ、そう俺だってさ、酔って帰ると女房に怒られるからしょっちゅうコンビニ寄ってるぜ。でも佐田さんは独身なんですよ課長。だからわざわざ酔いを覚まして帰らなくても。うるさい。それなら殺人だって証拠はどこにある。いや、今のところはありません。でも、はい、一係。はい、了解。佐田を乗せたタクシーの運転手が出頭してきた。お待たせしました。上都タクシーの柳田照彦さん。はい、ニュースを見て驚きました。あなたが昨夜六本木から乗せた客はこの人に間違いありませんか。はい、佐田さんは有名人なので乗せた時から分かりました。おい、ちょっと止めてくれ。ご気分が悪いですか。言っていただけると気が楽になります。ご協力ありがとうございました。
また話を伺うかもしれませんが、その時はよろしく。私今日で会社を辞めて田舎に帰ることになってるんですが。じゃあ調書を取っておいた方がいいな。はい、それじゃあ今のお話を調書にして確認をしていただかないといけませんので、別室へ移っていただけますか。はい、どうぞ。どうしたんですか。別に。ほーら見ろ、俺の言った通りだろうが。本件に事件性は認められない、単なる事故。今回の件に関しまして、事件性はですね、やはり怨恨ですか。佐田さんは暴力団とのつながりも噂されてますが。仕事関係でも佐田さんを恨んでる人間は相当数いるんじゃないですか。女性関係はどうですか。かなり乱れていたようですけど。いや、それはそうですね。どうなんですか。いや、どうなんだ赤坂君。あ、はい、ですからその事故で。事故、もちろん怨恨の線が消えたわけではなく、そちらの方の捜査も現在進めております。そうですね課長。そうです、怨恨の線で進めております。ということは殺人事件ですね。わずか10年で300人の社員を雇うようになり、個人差は500億円と言われてます。そう、期待に合わせして働くってのはちょっと古いんじゃないですかね。期待に合わせして働くのが古いだなって、どっか世の中おかしくなってるわ。お待たせしました。一応リストアップしてみたんですけど。これは私の心当たりだけですから、よく調べたら倍以上あるかもしれません。あ、それも全部調べたら何年もかかっちゃいます。本当、これ入りの封筒をお持ちしましょうか。あ、助かります。佐田さんどんな方でした。え、いや、マスコミではあまりよく言われてないようですけど、あなたは秘書として本当の佐田さんをご存知だったと思います。社長は裏表のない人でしたから、週刊誌に書かれていることはほとんど事実ですし。花は好きでした。花って咲く花ですか。あの、花を見ながら酔いを覚ますんだって言って、自宅の手前のお寺でタクシーを止めて降りたんですって。私入社してすぐの頃、社長のデスクに花を飾ったら、花なんか見ても一文の得にもならないって怒られたことがあるんですけど。あら、まあ、社長はよく言えば合理的、悪く言うとすっごいケチでした。綺麗、この花ね。ここで酔いを覚まそうとして。花が見たいと言ったのは気まぐれじゃないですかね。佐田は泥酔してたんです。普通じゃ考えられない行動を取ったりするし。あ、もしかして吐きそうになったんじゃないのかな。でもかっこ悪いから花が見たいとか言ってタクシーを降りたとか。そうね、そうも考えられるわね。こんなにあるの。これ
部まだ一部だそうです。だから事故だって言ってるのに。入ったな。よし、お前たち二人が持って帰ってきたんだから、お前たち二人で調べろ。いや、ちょっと待ってください。そんなの無理ですよ。いや、事故なんだから犯人なんて出てきやしないんだよ。そのうちやっぱり事故でしたって発表するから、それまで適当に頑張ってろ。いいな。そんな。米田さんと二人で適当に頑張るなんてひどい。絶対本社に行けないじゃない。ただいま。おかえり。どうしたのこれ。ああ、佐々木一郎が死んじゃったんで、週刊誌とかテレビのマネージャーとかがさ、特集組んで面白かしくね、取り上げてんだよ。おかげで仕事がはかどっちゃって。もうそんなに書いちゃったの。この分だとね、今週中に仕事終わりそうだから、来週月曜日の飛行機のチケットを予約しちゃった。月曜？月曜って言ったら土日入れてあと5日じゃない。だから乙女さんもさ、課長さんに行って休暇もらってよ。いや、それがさ、まさきさん、ちょっとこれ読んでみて。どれ？ああ、目隠しをされただけで和子は興奮し濡れてくるのが分かった。義行に手を引かれスイートルームに入った途端、甘いバラの香りに包まれた。目隠しを取ってごらん。目隠しを外した和子の目に部屋中に飾られた何百本というバラの花が飛び込んできた。まあなんて素敵なの。このバラはね、君のためにバラ園を買い取って育てさせたんだ。義行さん。和子はネグリジェを脱ぎ捨て、義行の胸の中に飛び込んで好きにして、激しく舌を絡ませ義行の手を傲慢な胸からくびれた腰へと導く。もっと激しく。白く滑らかな和子の肌がバラ色に染まって燃えた。ダメ、これは嘘だわ。え、どうして？このバラ園は義行が企業買収して手に入れた農園なんだよ。そこで家族のためにバラを育てさせるなんてさ、佐々木一郎がいかにもやりそうなことじゃない？佐田さんは花なんか買わないんですって。秘書がデスクに花を飾ったら、花なんか見ても一文の得にもならないって怒鳴ったそうよ。そうなの？まさきさん、私意地悪で言ってるんじゃないのよ。分かってるよ。今の話聞いてさ、義行のキャラクターが完全に出来上がったよ。そう？よかった。飛行機のチケット無事にできないからさ、よし、頑張って書き直すぞ。頑張るんじゃないの。肩の力抜いて頭に風入れて。あ、そうだよね、風だよね。そう、風よ、吹け。何このたくさんの量。月曜日の夜ですか。月曜は確か出張で長野の方に行ってたと思います。あれだけマスコミに打ち上げるからさ、サタンの話にすっかり乗っちゃってさ、こっちの社員だけだよ。月曜日の夜はどちらにいるんですか。中途工場。
婚するだろう。ということは計画的でなくとっさの犯行ですね。ドアも窓もこじ開けられた形跡はないから、犯人は被害者と面識があった。多分な。おい、包丁から指紋出たか。これ、いや、指紋拭き取られてましたよ。管理人に聞いてきました。ガイシャは本並昌司42歳。職業は経営コンサルタント、独身だそうです。あ、そう。だからさ、返済の督促に来たら、ドアが開いてたってさっきも言ってんだろうが。あの男たちは、第一発見者で、松木の取り立て屋だ。船場に入ったら、本並が死んでたんで、社長に通報したんじゃないかな。よし、わかった。でも念のために、お前たちは昨日の夜、どこで何をしていたか、話してくれ。経営コンサルタントなのに、松木に手を出してたの。相当金に困ってたんだな。台所見ていいですか。え、警察がいらっしゃい。第一発見者まず疑うのは捜査の人だ。あ、整理されてる。何もないけど整理されてる。独身だけにビールがたくさん。ない。あ、肉じゃがだ。美味しそう。本並さんが作ったのかな。何これ。肉じゃないみたい。お札は。肉じゃがにお札。どんな味がするのかしら。かんちゃんかぞ。いや、食べようとしたんじゃありません。じゃあなんでラップ勝手に開けてんだよ。それまだ指紋取ってないんだぞ。いや、まだ指紋取ってないんだよ。いや、現場保持証拠保全だろうが。ほんとにおばさんはすぐ腹が減るから、グーグーなるからな。腹が減っても証拠は食っちゃダメ。分かったか。失礼よ。いや、食っちゃダメ。失礼よ。いや、食ったら。いや、ちょっと食ったんだよ。ほら、スーツが1234、ネクタイが123456、たったのこれだけ。経営コンサルタントはスーツが商売道具なのに、よっぽどお金に困ってたのね。現状保持、現状保持。本当に何だろうこれ。だから何をやったのかね。今ここで拾ったんですこれ。もう装飾用のカットがされてるから、何かのアクセサリーから落っこちたんだな。私が拾ったのに。絶対私が拾ったのに。子供じゃないんだから。現状保持、証拠保全。はい。じゃあ確認してください。間違いありませんか。はい。あ、大丈夫ですか。ちょ、こっち。すみません。どうして。どうしてこんなことに。あの方どなた。本並さんの会社の広報担当だそうです。書類を届けに来たって言ってました。そう。死亡推定時刻は昨日の午後7時から9時までの間。今のところ犯人のものと断定できる遺留品等は発見されておりません。以上です。はい。平成8年から平成13年までの5年間、社長していたそうですが。え、ああ、いいですね。いや、あ、え、実は駐車中でして。ね、課長。そう、駐車中です。5年前に本並さんが佐田さんの妹を果たし、独立して経営コンサルタントを始めたんですよ。そう、駐車中ですよね。あ、駐車中です。はい。この辺は、業務を目指す人を向けのセミナーを主催していて、開業した当初
生誕で九州本土で最後に夕日が沈むところです。
の灯台までそこから遊歩道がありますが歩いて行ってみますか。どこ歩くの？そこからあの灯台まで遊歩道で行けるんですよ。あの灯台は全国で最大の200万カンデラの光を発し約50キロ沖まで光が届くとですよ。古都カトリックの総本山で外観はイタリアから取り寄せたステンドグラスや赤レンガでゴシック様式に仕立てられています。とても景色が綺麗で心が洗われるね、お米様。本当に福山さんのおかげです。ありがとうございます。これを言うのはまだ早いですよ。五島にはまだ他に観光名所がたくさんありますから。いつまでいらっしゃるんですか？よかったら明日も案内します。でもお仕事があるでしょ。この島は平和な島で殺人事件なんかはめったに起きませんから。一がかりは至って暇なんです。そうなんですか。いいとこね。受けた隠れキリシタンの歴史が島に根付いとったですよ。ずっと受け継がれてきたんですね。ええ、生活の一部になってます。あれ、どうしたっちゃろう。ちょっとすいません。東京と違って人情があります。私もそう思いました。
ごくご親切でね。東京じゃ車が止まっててもみんな素通りしていくもんね。ほんと。そうですね。東京だったら私も東京のそういうところが嫌になったのかもしれません。亡くしたので、リカが母親代わりになってくれまして。ああそうですか。どうぞ、こちらです。じゃあ、お部屋にご案内いたしますので。あの、おかみさん。はい。ちょっとお話があるんですけど。じゃあ、俺は先に部屋に行っておく。そして？じゃあ、君たち案内してくるか。はい、どうぞ、こちらです。はい。じゃあ。あの、お話って、実は私東京の多摩川東署から来ました。あの元のご主人本並さんが亡くなられたのはご存知ですか？向こうの母親が知らせてきたんです。お葬式には出ませんでしたけど。そう、本並さん一月前にここに見えました。はい。その時のことを話してくださいませんか？亮太に会いたいって言っていきなり来たんです。亮太大きくなっただろう。何歳だった？11歳です。11といえば5年生か。そんなになるか。ねえ、本当に亮太に会いにだけ来たの？実はな、いい話を持ってきたんだ。いい話。佐田がこの島に一大リゾート地を作る計画を持ちかけてるそうじゃないか。それで島全体が盛り上がってるって聞いたぞ。佐田さんってこの間亡くなられたヒルズ族の佐田喜一郎さん？ええ、3ヶ月前に島に来て五島市にリゾート計画を持ちかけたんです。佐田さんここへ来たの？そうなんです。それで全島を挙げて盛り上がって、それを本並が聞きつけたらしくて。俺が東京の旅行代理店紹介するから出資したいか？出資って？東京の旅行代理店と組んで100を回してもらうんだよ。まあそのためには1000万ほど必要になるから。リゾート計画が進み始めた今がチャンスだ。リゾート地ができてからだと出資金は倍以上になっちまうぜ。でも1000万なんて大金すぐには出せないし。何、客がどんどん来るようになればすぐに取り戻せるさ。もう一度俺を信用してくれよ。悪いようにしないからさ。頼むよ。お金は渡したんですか？断りました。そう、よかった。それでリゾート計画は本当だったんですか？佐田さんが死んで計画が実体のないものだっていうことが分かって、被害に遭われた方も結構いるみたいです。で、あなたを疑うわけではないけれど、本並さんが殺された日、あなたはどこで何をしてたか話してくださいますか？その日私は東京にいました。全国旅館おかみの会っていうのがあって、そのパーティーに出てました。それはどこで？何時から何時までですか？はい、あの東京ガーデンホテルで午後6時から9時までです。
社リカさんに出資しないかって持ちかけたんですって。それからね、本並さんが殺された日リカさんは東京にいたそうよ。え、東京に？午後6時から9時まで東京ガーデンホテルで全国旅館おかみの会のパーティーに出席してたんですって。本並さんの死亡推定時刻は確か…ちょっと待ってください。もしもし、午後7時から9時の間です。じゃ、アリバイはあるのね。一応は。それからね、米田さん聞こえる？ええ、聞こえてますよ。あの佐田さんも3ヶ月前にこの島に来て五島市にリゾート計画を持ちかけてるの。佐田もですか？本並さんは昔佐田さんの関連会社の社長だったのよね。しかも理香さんとは夫婦だったわけでしょ。ええ、何か佐田も事件に関係あるかもしれませんね。そうなの。この2つの事件はやっぱりどっかでつながってるような気がしてきたの。おかえり。尾崎さん、ごめん、待たせちゃって。うん。ああ、どうしたか？これね、四つ葉出版のね、坪井さんから電話があってさ、明日中に直してくれって言われたの。へえ。でもちょうどよかった。実は私も調べなきゃならないことができちゃったの。ああ。でも景色はいいし、空気はいいし。ね、いい仕事できるんじゃない？ああ、喉乾いた。ふぅ。足も痛くなっちゃった。もう、ああ、私も頭に風邪入れないと。ふぅ。本並の女房は東京にいたのか？はい。一応アリバイはあるみたいですけど。東京ガーデンホテルから本並のマンションまでだと電車で1時間ぐらいかかるか。でもパーティーを途中で抜け出せば犯行は可能ですね。本並は息子のリョータを受け取りにして一応の生命保険をかけてました。契約したのは一月前、本並がリカに会いに行く少し前だそうです。リカの息子は小学生だったよな。本並が保険のことをリカに話したとしたら、息子が受け取った保険金を以下は自由にできる。これが動機か。ご明察課長、素晴らしい。以下のアリバイを調べてみます。行こう。はい、よし、お前たちはもう一度本並のマンション周辺の聞き込みだ。はい、課長。過疎化が進んだ島では佐田の登場は救世主が現れたと思いました。リゾート地ができれば仕事が増える。そうなれば島を離れた若者が戻ってくる。佐田の話を鵜呑みにして開発プロジェクトの会社の傘下に入った者、その会社に土地を売った者、その土地を倍の値段で買い取った者、貯金を全部下ろして投資した者、3ヶ月は島全体が熱に浮かれてる状態でした。佐田の話が聞くときな、この深い島がハワイのことなって思われて、そいに全場投資しとけば何倍にもなって戻ってくっていうもんやって、300万投資したんですよ。300万？はい。うわ、二足三の土地は5倍の値段で買わされたとするさ。ホテルの建設を利益になるけ、ホテルが10倍の値段で買い取ってくれるって言うんやけんね。うちは不足の100万で済んだばって、松浦旅館のおかみさんは1000万やられたことあるよ。本当ですか？おかみさんが郵便局で提供金が解約したば、うち娘が見たって。まあね、あそこも経営が苦しかったっけ、決めば無駄とじゃないかと。あ、乙女さん、あのね、米田さんから電話があった。あの、大事な話があるから署の方へ電話くれって。大事な話？
美さんに1000万を渡しましたね。事件当夜あなたが本並さんのマンションから慌てて出てくるのを見たという目撃証言がありました。あなたが本並さんを。違います、私じゃない。確かにあの日本並のマンションには行きました。お金を返してもらおうと思ったんです。でも殺すとは思えない。もし無実なら、それを証明するためにも私と一緒に東京へ来てください。本並さんの周りの人間
けで本並を殺したことにはならないぞ。いた、いました。ほら、広報担当の山倉由美子。この人、入社3ヶ月でいきなり広報担当の重役になってるわ。工藤さん、これ調べてみる価値ありますね。そうだな。さあ、どっから始めますか。本並の会社は潰れてるし、山倉由美子は前に勤めていた会社から調べますか。山倉さんは広報部でもサイコさん OL だったから、仕事は普通の男性社員なんかより全然できたし、課長も煙たがってて。煙たがってたのはみんなじゃない。それで辞めたのかしら。そうみたいです。あ、でもネイリストの資格取ったって言ってました。ネイリスト、こういうネイルアートやってる人のことです。わ、すごい。ネイルですね。山倉さん、退職金と貯金でネイルサロン開くって言ってたけど。ネイルサロン。ネイルアートが流行ってるのは知ってたけど、ネイリストに資格があるのは知らなかったな。本当に、せっかく資格まで取ってネイルサロン開こうとしてた。どうして本並さんの会社の広報担当重役になってるんですか。工藤さんからだ。もしもし。ここにあった包丁を掴んで刺してしまいました。なるほど。それからどうしましたか。それからって本並さんを刺した後ですよ。犯行を隠すために包丁の柄やドアノブについた指紋を拭き取って逃げました。柳田は犯行を隠すために包丁の柄についた指紋を拭き取ったと供述いたしております。指紋については公表しておりません。これは犯人しか知り得ない事実であります。よし、犯人は柳田だ。松田理香を釈放しろ。言いにくいのだけれど、あなたが釈放されたのは柳田さんが自首してきたからなんです。え、柳田さんは犯人しか知らない事実を知っているの。違います、そんなの嘘よ。お兄ちゃんは犯人じゃなかです。アンチは犯人じゃなか。私もそう思います。待っててね、私必ず真犯人を探すわ。あなたは理香さんが本並さんを殺したと思ってるんじゃないんですか。だから理香さんをかばおうとして自首してきた。でも私は理香さんを犯人だと思ってないんですよ。必ず私、真犯人を探します。そんなことしたって同じですよ、刑事さん。犯人は私なんですから。構わないんですけど、本並さんのことなら私が知ってることは全部話しましたけど、今
今日あなたのことを伺いたくて参りました。それじゃあちらへどうぞ。私の家は仙台の山奥の貧しい農家で、15年前貧乏が嫌で東京に出てきました。 OL になって我慢に我慢を重ねて働いて2000万貯めました。手に職をつけるためネイルアートの学校に通って資格も取って、
お店を出そうと思って経営コンサルタントに相談したら騙されそうだったのに本並が助けてくれて、そしたら本並に仕事の重要なパートナーになってくれ、そして結婚しようって言われたんです。舞い上がっちゃって広報担当重役って言われて、共同経営者になったつもりで本並に2000万渡しました。お金は本並の借金返済に使われて、あっという間になくなって。うるさいな、結婚結婚ってするわけないだろ。ねえ、嘘でしょ、冗談でしょ。お前な、自分の顔見たことあるのか。お前のような女を相手にすると思ってんのか。まあ、あと1000万用意してくれたら考えてやってもいいかな。帰ってくれないか。客が来るんだ。美人のな。あの日、リカが本並に会いに行くというので、心配で後をつけたんです。しばらくすると、リカのただならぬ様子に私は不安を覚え、じゃありませんか。娘は母が面倒見てくれますし、リカも私の代わりになってくれるはずです。リカならきっとそうしてくれる。だから私は、すいません、飛行機の時間がありますので、この辺で。本日、本並庄司さんを殺害した犯人、山倉由美子を逮捕したことをご報告申し上げます。なお、佐田喜一郎氏の死は事故であり、本件とは全く無関係であることが判明いたしました。ただいま。どうしたの、まさきさん。小説がボツになっちゃった。どうして。佐田の評判があまりにも悪くてさ、佐田をモデルにした小説は売れないって言うんだよ。なのひどいじゃないの。最初見た時すごく面白いって言ったのに。そうだよね。
義行は部屋に飾られた花を見て激怒した。花なんて飾っても一文の得にもならんだろう。俺が欲しいのはお前だ。お前の体が欲しいんだ。そう叫ぶと師匠を抱き寄せ床に押し倒し乱暴に体を奪った。どうしたの乙女さん。このエピソード乙女さんが教えてくれたんだよ。秘書が飾った花を見て佐田が花なんて一文の得にもならんって言ったって。そうそうなのよ。佐田は花なんか見る人間じゃないのよ。酔いざましに花でも見て帰ろうかと思ってさ。すごくケチでお金に汚い佐田が途中で降りるから申し訳ないと言って料金を余分に払うはずはない。途中で降りて悪いから釣りはいいけど。柳田さんは嘘ついて。そんなことしたって同じですよ刑事さん。犯人は私なんですから。同じって何。柳田さん何を言いたかったんだろうな。乙女さん。うん、ごめん、こっちの話。確かに辻褄が合わないな。ええ、これは勘なんですけどね。佐田と柳田さんはどっかに接点があると思うんです。理科と本並は元夫婦。本並は佐田の会社の傘下にいた。で、理科と柳田は幼馴染。まんざら知らない中でもなさそうだな。もう一度佐田の周辺を調べてみましょう。そうしましょう。佐田の資料ですか。はい。ありますけど、あれは事故だったでしょう。今更調べても。とにかくもう一度見せてくださいませんか。新事実が出てくるかもしれないんです。お願いします。何か見つかりましたか。出身地も幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学まで。柳田さんの名前は全然ないわ。こっちもです。会社関係調べたんですけど全然ですよ。つながりないのかな。私の顔が間違ってたのかしら。そんなことないわ。あなたと佐田がつながりました。佐田が学生時代に起こした会社にあなたの名前がありました。あなたが同じだって言った意味やっと分かりました。あなたは佐田さんを殺した。だからやったことの罪は同じだって言ったんでしょ。あの日で私は仕事を辞め、
島に帰るつもりだったのに、最後に乗せた客がサダだったんです。酔ったサダは携帯をかけまくり、汚い言葉で電話の相手を罵っていました。バカ野郎、島の連中のことなんかどうだっていいんだよ。利益優先しろ、利益を。金が全てだろう。ああ、金さえあれば世の中みんな頭下げんだよ。金持ってるやつの勝ちなんだって。22年前と同じでした。サダが初めて会社を立ち上げた時も、あいつはそう言って笑っていた。若かった私や仲間は、あいつをカリスマと勘違いして信じていた。親から金を引き出して、あいつの会社につぎ込みました。誰がサダの腹心になるか、ナンバー2になるか。競争のように金を集め、サダに渡しました。でも1年後に会社は倒産。騙されたんです。サダは意図的に会社を潰し、集めた金を別の会社に移していたんです。私の親は、私が作った借金を返すために、うちと畑を売る羽目になりました。私も大学を中退して働きました。でも何をやっても長続きせず、職を転々とするうちにタクシーの運転手になっていました。結婚して子供も生まれ、やっと幸せが訪れたと思ったのに、妻が癌で亡くなりました。娘を母に預け、私は東京で頑張るつもりだったんです。でもどんなに頑張っても、thank you.
させるために仕出し屋までして頑張ってるじゃないですか。島の人みんなが明日に向かって頑張ってるのに、どうしてあなただけ過去にとらわれているんですか。リカさんを愛してるんでしょ。だから身代わりにもなったわけでしょ。あなたと二人で力を合わせて暮らしていけば、亮太君だって舞さんだってお母さんだってみんな幸せになれたはずだわ。やっぱり来たのね。